ready, let's get it.そうですね。まずはもうビヨンセのことをマジでも大好きで、I personally believe that she is the most influential female artist. And artists ourselves, we try our best to inspire people the same way that Beyoncé's inspired us. And so for us to be able to stand here and represent her self-expression in clothing is really truly an honor. まあ、とりあえずめちゃくちゃかっこいいからめちゃくちゃビヨンセ大好きですってことを言っておりました。そうです。はい。And some people might not know, but some of the shirts and some of the items are actually unisex, if I'm not mistaken. Sorry, yeah. So, so. But most of them are unisex, and this collection is basically like it's like Beyoncé's project. So like wearing it, it's like being herself. 普段はね、ちょっと恥ずかしいけど、こうやって彼女のコレクションを着ることで彼女の勇気だったりとかスタイルをこうもらえるっていうのを今彼女は言っておりました。ありがとうございました。なんて言うんだろう。彼女がその自分の服を使って自分らしさを表現してほしいっていうのが全面に出てるなっていうのが本当に思うんで、その自分らしさっていうものをやっぱりずっと探し続けるんだよっていうなんかメッセージをもらった気がしますね。結構なんか学校とか習い事とかで私たちもよく自分らしくやりなさいとか自由にやりなさいって本当によく言われたり、私たちも無意識に自分らしく頑張りますっていうのは口にしてると思うんですけど、私自身もそのアーティスト活動をしていく上で自分らしさについてすごく悩んだ時もあったし、まだまだ全然積み上げている途中なんですけど、今日も全員アイビーパークを着てるんですけど、全員が違うアイテムをそれぞれのキャラクターとか個性に合ったものを着させていただいて、本当にフェイキーが普段大切にしているものと今回ビヨンセがテーマにしているものをすごくマッチングして嬉しいです。自分らしさだったり大事にしてほしいというか、まだきっと分かんない人もたくさんいるとは思うんですけども、本当に自分を大事にして、なんだろうな、自分らしくこうアイテムを使って着てもらえば、本当になんか自分ってあこれが似合うんだとかきっと分かると思うので、その気持ちを大事にしながらこのウェアを着てほしいなっていうのは私は思います。お送りください。ありがとうございました。